特殊教育。特殊教育は、特殊な教育上の必要を抱えた生徒たちを対象として、個々の生徒のや必要を踏まえた方法により、行われる教育実践である。理想的には、個々の生徒ごとに計画が立てられ、教師たちの教授手法や、装備や教材、アクセシビリティの確保された環境などが、組織的に点検される。こうした付加的な措置は、 特殊な教育上の必要を抱えた生徒たちが通常の典型的な教室における授業を中心とした教育のみに接する場合よりもより一層高い水準で自己実現を達成し学校やコミュニティにおいて成功を収めるために設計される特殊な教育上の必要とされるものの中には学習障害コミュニケーション障害気分障害感情障害行動障害 身体障害、発達障害などが含まれる。こうした特殊な教育上の必要を抱えた生徒たちには、通常とは異なる教授法や技術の利用、特に設けられた教授のための場所、ないし、の用意など、追加的な教育サービスの提供が有効な対処と考えられている。知的能力に恵まれた、いわゆるギフテッドである生徒たちも、学習においては、 実質な存在であり、やはり通常とは異なる教授法や教育プログラムが有益であるが、特殊教育という用語を用いる場合は、何らかの障害を抱えた生徒たちの指導に限られている。ギフテッド教育は特殊教育とは別個に扱われる。特殊教育が特殊な教育上の必要を抱えた生徒たちを対象としているのに対し、リメディアル教育、補修教育、 治療教育は特殊な教育上の必要の有無にかかわらず、すべての生徒が受けられるものであり、その対象となるのは理由の遺憾にかかわらず、より上位の教育を受けるのに必要な準備が整っていない者たちである。例えば、高い知能を持つ者であっても、や戦争によって、国内避難民の状態に置かれて教育が中断されれば、必要な準備が整わない状態になってしまう。 ほとんどの先進国において、教育者たちは、教授法や教育環境を調整し、できるだけ多くの生徒たちが普通教育の枠組みの中で学べるように努めている。このため、先進国における特殊教育は、そのための施設を意味するというよりも、普通の学校で受けられる教育サービスとして、捉えられていることが多い。統合によって、お緩和し、 多くの生徒たちのを引き上げることができると考えられている。特殊教育の対義語は普通教育である。日本語の普通教育も英語のも文脈によって意味が異なってくるが、この意味での普通教育は特別な教授法や支援によらず行われる標準的なカリキュラムを意味している。1995年と2001年にそれぞれ出された白書が この国における特殊教育についての議論をしている。地域の学校には一定の独立した権限が与えられている。個々の生徒の必要に応じて個別の対応を取ることも普通の対処を取ることも推奨されている。特殊な必要を抱えた日本の生徒たちは学校に関して4つの対処のいずれか1つを受ける。すなわち特別支援学校、普通学校、 一般的な小学校、中学校に併設された特別支援学級、通級指導教室、通級、ないし普通教室のいずれかである。特別支援学校は重度の障害のために地域の普通学校に収容することが困難な生徒のための施設である。こうした学校では普通の学校におけるものと同様の評価方法は用いられず、 個々の生徒ごとの計画に沿った評価が行われる。特別支援学級も同様であり、全国的に定められているカリキュラムに、教師の判断で変更を加えて適用することが認められている。通級は、比較的軽度の問題を持った生徒たちが、小集団で、個別の特殊な指導を受けるために一時的、部分的に通級指導教室を利用するものである。こうした生徒たちは、 通級指導教室を利用する時間以外は普通の学級で過ごしている。また、特殊な必要を抱えていても常に普通教室に属しながら必要に応じて通常のないし個別の対象を受けている生徒たちもいる。障害を持った生徒たちの教育訓練は特に後期中等教育において生徒たちが社会の中でできるだけ自立が可能となるように 職業教育の側面が強調されている。職業教育の内容は生徒の障害によって多様なものとなるが選択肢は数が限られている。こうした生徒たちの可能性の幅を広げる必要があることは政府も明らかに認識している。高等教育への進学も政府の課題となっており、政府は高等教育機関に対してより多くの障害者を学生として 受け入れるよう働きかけている。1947年の独立以来、パキスタンは深刻な諸問題に直面してきており、このため特殊教育について適切に力点を置いた対処のみならず、そもそも教育への対処が不十分になっている。様々な事情の中でも教育資源の不足は資金面のみならず人材の面でも大きな問題となっている。特殊教育の必要なり重要性は、 これまでの様々な時期にも教育政策上の必要として認識されはきた。1959年の全国教育委員会の最初の報告書は特殊教育の重要性を強調していた。その後も1972年の教育政策や1979年の全国政策と補助計画においてこの分野の重要性に一定の配慮がなされた。また、 それぞれの時期の中期計画、5カ年計画に内容が反映されてきた。1999年、首都イスラマバードに特殊教育総局が開設された際には、こうした必要が特に強く認識された。その後、パキスタン政府は2002年に新たな障害者全国政策を立ち上げ、その推進に取り組んである。シンガポールの教育省にとって、 特殊教育は常々中心的な課題の一つであった。特殊な教育上の必要を抱えた生徒たちは、特殊学校で学ぶことも、普通学校で学ぶことも選択肢になっているが、障害を持つ生徒たちの大部分は特殊学校で学んでいる。特殊教育を受けている生徒が国家的な試験で一定の配慮を求める場合には、障害を証明する文書類を提出しなければならない。 問題を簡単にするといった調整は行われないが、その生徒が通常の学校での学習において利用している範囲内であることが証明され、試験の統一性を損なわない程度であれば、試験されるべき能力と無関係な要因によって、生徒たちが不当に不利な扱いを受けないように配慮がなされる。初等教育修了試験においては、対処可能な配慮についてのリストが提示されている。 オーストラリア特殊教育協会は2005年の障害者教育基準に基づいて、障害を抱えた生徒たちに他の生徒たちと同様の入学資格、教育機会の提供を求めている。標準化された試験については、すべての州で障害を持つ生徒たちのための特別な配慮の手続きが取られている。生徒たちは文書による証明を提出しなければならないが、 求められた配慮がすべて認められるわけではない。例えば、文字の読み取りができない生徒は、それが障害によるものであったとしても、問題を読み上げてもらうことはできない。これは、試験結果から、その生徒の読み取り能力の限界を正確に明示することができないためである。なお、大学入学試験については、受験に際しての配慮について、特段の定めなはない。ヨーロッパ諸国は、 国ごとに、それぞれ独自の特殊教育体制をとっている。ヨーロッパの28カ国は、の枠組みに参加している。学校は、生徒の学業成績、到達度を評価する際に、個々の生徒の特殊教育の必要性について、勘案しなければならないとされている。デンマークでは、ディスレクシア、識字障害など、特定の学習障害を抱える生徒の99%が、 そうした障害を持たない生徒たちと一緒に学んでいる。学校は個々の生徒の必要に応じて全国的なガイドラインを適宜修正できる。特殊な教育上の必要を抱えた生徒たちには個別の学習計画が立てられる。そうした生徒たちは学校が行う試験の一部を免除されており、例えば聴覚に障害のある生徒はのテストを免除される。生徒が 卒業試験の際に一定の配慮を受ける場合には、その旨が修了証明書に注記される。全国的なコアカリキュラムに従って評価することがふさわしくない場合には、個々の生徒それぞれの個別の教育計画における目的設定に従って評価が下され。フランスでは、障害を持った生徒たちも通常は地域の普通学校で学ぶが、特殊学校に入って、 個別に用意された計画に従って学ぶこともできる。個々の生徒ごとの学校計画には学校が提供できる教授法や心理学的、内視医学的なりそれに準じるサービスについても記載されている。ドイツでは特殊な配慮が必要な生徒たちの大部分がそうした生徒たちだけを対象とした特殊学校に学ぶ。これには次のような書類系がある。ドイツでは 生徒21人に1人が何らかの特殊学校で学んでいる。特殊学校の教師たちは大学で学ぶ段階から特殊教育に必要とされる特化した訓練を受ける。特殊学校は教師と生徒の人数比において普通の学校よりも恵まれていることが多く、他の学校にはない施設が用意されていることも多い。ドイツでも特殊な配慮が必要な生徒たちの一部は 機関学校や総合学校など普通学校で学んでいる。特殊な配慮が必要な生徒たちは標準的な試験を免除される場合もあり、また配慮された形で試験を受けることもある。ギリシャでは特殊な配慮が必要な生徒たちは普通学校か特殊学校で修学する。障害が証明されている生徒たちは一部の標準的な試験を免除されるか。 それに代わる試験を受ける。個々の生徒の必要に応じて対処がなされ、例えば、視覚障害を持つ生徒は口頭による試験を受けること、ことができ、聴覚障害を持つ生徒は筆記による試験を受けることができる。こうした配慮は、成績証明に中期される。特殊教育は、中央政府によって管理されている。1993年の高教育法によって、 教育上特殊な必要がある生徒たちは、標準的な試験を免除されるか、配慮された形による試験を受けるものとされている。こうした生徒たちは、試験時間の延長や、試験形態の選択、筆記ではなく高等指紋を選べるなど、普段から学校で使用している、装備等の使用を求める権利が認められている。2006年現在、障害を持つ生徒には、大学受験において、 一定のボーナス点、8点分が与えられているが、これには不公平だという批判もある。みんなで一緒に学校へ行こうという政策のもと、教育上特殊な必要がある生徒たちは原則として一定の支援を受けながら普通学校で学んでいる。特殊学校には4つの類型がある。全国的な政策には個々の生徒の強さ、弱さを踏まえた。 適切な教育への転換も見受けられる。個々の生徒が抱える制約よりも、彼らに特殊な必要や、彼らの積極的な能力が強調されている。障害については、通常は専門家による記録が取られている。特殊な必要が生じる教育のための全国支援システムスタッドプットが、によって運営されている。スタッドプットの一般的な目的は、 各自治体の教育担当者や政府の行政担当者に指導や支援を提供し一般的なもの特殊なものを問わず教育上の必要を抱えた児童、青年、成人などのために十分に助言された教育上、発達上の展望を確保することにある。スタッドプットの付属機関は広範囲にわたる様々なサービスを提供している。スタッドプットは 各州が設けた13カ所のリソースセンターと特殊教育のための4つの機関から対価を支払ってサービスを受けている。各センターは特殊教育の指導と支援を各自治体や行政担当者に提供している。障害を持つ生徒たちは障害の評価に基づいて適切に配慮されることを求める権利が保障されている。学校は一般的に自立したものとみなされている。 全国試験を行う全国試験センターは地域の学校の試験委員会が支持する配慮への要請について通例その大部分を承認している。行政側は障害のない生徒たちとの不公平になる恐れがある配慮には反対している。学校は特殊教育の必要を持つ生徒たちに対して彼らが進歩を見せ学校に参加できるよう サービスやリソースを提供することが求められている。地域の学校が個々の生徒に適切にサービスを提供できない場合には生徒は特殊学校に移されることもある。スペインの非政府組織であるなどは障害を持つ生徒たちに優位のサービスを提供してきた実績がある。地域の学校は全国的なガイドラインに従って実質的な自治権を持っている。各学校は 生徒たちに設定された目標にふさわしい支援を提供することが期待されている。普通教育へ就学するには、能力が低いとされた生徒には、養護学校に相当するとされるが設けられている。2012年から2013年にかけて、ディスレクシア、識字障害など、比較的軽い問題をも、 生徒たちが特殊学校に入れられていることが生徒たちの将来の労働市場における位置づけに重大な影響を及ぼすとしてマスメディアからの批判が高まった。教育は26ある州、関東に委ねられており特殊教育のプログラムも地域によって異なっている。いずれにせよ典型的には統合型である。生徒たちは個別に設けられた。 学習目標に基づいて評価される。イングランドおよびウェールズにおいて、1000と当時語で言及されるのは、特殊教育の必要がある状態のことで、支援や教育を保管するプログラムやスタッフを提供するサービスがある。イングランドでは、1000pps という特殊教育を必要とする親への協力サービスがある。また、各地の自治体が提供するセニアスという 特殊教育の必要への補助サービスもある。1000個と称される特殊教育の必要に応じたコーディネーターが通常は学校と協力して学校の中で特殊教育の必要を抱える生徒たちへの対応に至る。1000PPS は個々の生徒のために計画と教育への展望を立てる上で両親たちを支援する。教育省はイングランドにおける特殊教育を統括する立場にある。 こうした対象となる生徒のほとんどは個別の教育計画を持っているが、これに加えて、あるいこれに変えて集団としての計画を持つこともできる。集団計画はそれに属する生徒たち全員が同じような目標を持っている場合に適用される。スコットランドでは追加的な支援について定めたによって教育機関に対し、 他の機関や保護者たちの意見も聞いた上で、すべての生徒たちの必要に見合う対処をすることが義務、付けられている。スコットランドにおいては、線などの用語は、法的裏付けのある公式なものではないが、2004年、教育法の下では、線も、a s 線、追加的支援必要も、現場では、道義で用いられている。北、アメリカにおいては、特殊教育のことを専門的な文脈では、 スペシャルエンディング、スプスト、スプド、スプドなどと省略した形で言及する。カナダにおいて教育は個々の州や準州の管轄となっている。このため規則等は場所によっていろいろ異なるものとなっている。総じて普通学校において一般の生徒と共に学ぶモデルが優勢になっている。大規模な試験を行う場合に 特殊な必要のある生徒の到達度を測る場合、カナダの学校は、例えば視覚障害者に補助器具等の使用を認めるなど、一定の配慮をするのが普通である。他の事例では、通常とは異なる評価方法を用いたり、試験を簡単なものに差し替える調整などが行われたり、障害を持つ生徒についてはそもそも試験を全面的に免除することもある。 特殊な必要を抱えるすべての生徒たちは、個々の生徒の必要に応じて学校に何ができるか概要を示したを与えられる。は、特殊な必要を持つ生徒たちにも、をで提供することが求められている。政府が運営する学校は、様々な程度の特殊教育を提供しており、一般の生徒と共に学ぶ、最も制約が少ない環境として、一般の生徒たちと共に、 普通の教室で学ぶインクルージョン教育の水準から特殊学校への隔離のような最も制約が多い環境まで様々な段階がある学校が提供する教育は個々の生徒の必要に適切に応じたものでなければならない各学校は生徒の能力を最大限に引き出すことや考えられる限り最善な方策を提供することは求められていない 先進諸国の大半とは異なり、アメリカ合衆国の学校は、生徒の必要に応じて、スピーチセラピーなどの言語聴覚療法をはじめ、様々な医療サービスも提供している。アメリカ合衆国教育省によれば、およそ600万人、就学年齢の児童の約10%は、何らかの特殊教育サービスを受けているという、世界中の大多数の国々と同様に貧しかったり、 民族的少数派であったり、その社会で主流となっている言語を流暢に話せない生徒なども特殊教育サービスの必要を抱えているものとして扱わる。貧しい地区にあり、黒人やヒスパニックが多い都市部の学校は使える資源が限られていることが多く、経験の足りない教師がや雇われているために生徒たちの問題行動に対処できず、 結果的に特殊教育に向かう生徒の数が増加する。1960年代、アフリカ系アメリカ人公民権運動の影響もあって一部の研究者たちは障害者たちの間における教育格差について研究を始めた。それまでの公立学校における人種別の生徒の扱いにあったという考え方を憲法違反と判断し大きな転換点となった。 ブラウン対教育委員会裁判は、パーク対ペンシルベニア州裁判やといった特殊な必要を抱えた生徒たちの隔離に風穴を開ける道を開いた。裁判所の裁定は、不必要、不適切な障害を持つ生徒の隔離は憲法違反であるという判断を下した。議会も一連の裁判所の判断に反応し、連邦法としてが1975年に成立し、後にに改められた。 この法は適切な教育への機会が与えられなかった生徒たちにサービスを提供することを学校に義務付けている。アメリカ合衆国の公立学校において優勢なモデルはインクルージョン教育である。アメリカ合衆国では何らかの学習上の困難を抱えている生徒たちのうち5人に3人は学校における時間の過半を普通教室で過ごしている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。